本当にいいんだよね。私と一緒にいるのって結構大変だと思うよ。後でやっぱなしとかダメだからね。じゃあ、はい。私の手を取って指輪つけて。そして私の船に乗ってセールをあげよう。かつての私？物語に出る海賊のような悪い子で、気に入らない子をいじめたり、同じ暮らしが2日続かないような過ごし方をしてたけど、手強い奴と鉢合わせてゲームオーバーになっちゃったな。あれはついてなかった。ミステリアスでめちゃかわのロイヤルフォーチュン、あなたの目の前に登場。お？びっくりした？こんなことで驚かないで。で、これからどこに行く？伝説のお宝の海岸？ガラクタだらけの暗礁海域？どこでもいいから、とにかくセールをあげようよ。指揮官やっと戻ってきた。早くお仕事片付けてよ。そして一緒に冒険に行こうよ。戻ってきた。事務仕事を早く一緒に片付けようよ。マキマキで。はいはーい、いい子たちはねんねの時間よ。海賊の物語はまた今度ね。お？指揮官も興味あるの？やっぱり指揮官相手なら、大人の物語の方がいいよね。映画、ゲーム、今時のエンタメって最高だね。海に出ていない時でも暇つぶしには困らないもん。ギャンブルって、結局運がどっちの味方をするかってだけの話だよ。そこに勝ち負けはないし、ついてるついてないを勘違いしたかわいそうな子が振り回されるってわけさ。海賊には海賊なりのルールがあるよ。そうじゃないと示しがつかないからね。ってことで、指揮官のとこのルールは何？バカの掟その4。いい子が寝る時間には明かりを消すこと。というわけで、お仕事やめやめ。夜の娯楽タイムへ、ゴー。ギャンブルは嫌いだけど、別に賭け事がダメなわけじゃないよ。ということで、指揮官がロイヤルフォーチュンに続婚かどうかで、デート1回をかけよう。どう？指揮官にちょっとしたお願いが一つ。今日は徹夜しないこと。ほら、夜間外出禁止令のあった時代だって、みんな普通に暮らせてたでしょ？だから今日は、夜更かしするのは絶対に禁止。いい？退屈な書類作業に飽きて出かけたくなった？いつでも付き合ってあげるからね。指揮官さえよかったら、今すぐにでも適当に理由作って執務室から逃げ出せるよ。ねえ、まだ決心ついてないの？毒を持ってぽっくり、刃でブスリ、海に落としてゴボボボボー。はーい、どれか選んで。私だって
恥ずかしがったりはするからね。ああ、勝手にキャプテンハットに触るのは感心しないな。新しい任務？どれどれ？ちょっとリスクが高いけど、その分報酬もいいね。よし、これに決めた。任務完了したよ。そういえば、秘書官の私の分け前ってどれぐらい？任務完了したよ。私の取り分は、物は別にいいから、どっか行って気分転換に付き合ってもらおう。手紙？あは、指名手配だったりして。指揮官が指名手配を出されたら、懸賞金はいくらになるかな。指揮官への手紙。指名手配じゃないよ。まあ、お尋ね者になったら、誰もいない地の果てに落ち延びるだけだね。おかえり。なんか面白そうな土産話はない？嵐の中でサメに追われながらも、波に流されて脱出したみたいな話とかさ。ああ、昔だったらサメの餌にされるか、無人島に置き去りにされて、ぼっちの刑に処されるところだったよ。刹那的にってのは、今楽しいことをやって、悩みも遠慮も捨てること。だからって人のものを勝手に取っちゃダメ？チェー、つまんないの。海賊のお宝に夢中な人って今でもいっぱいいるよね。まあ、キラキラした金銀財宝の誘惑に抗える人間ってそうそういないもんね。ん？そんなお宝はどこにあるのかって？ブッブー、インチキはダメだよ。お宝はちゃんと自分で見つけないと。指揮官が一緒に海に出てくれたのって別にお宝探しのためじゃないでしょ？単に刺激を求めてるようにも見えないし、まさかわざわざ私のために？いやー、本当にそうなの？わ、否定しないんだ。行き先が決まってないなら、代わりにこのロイヤルフォーチュンが決めてあげようか。例えば、最近海賊のお宝があるって噂されてる無人島とか。えへへ、平気平気。最悪二人で無人島で暮らすことになっても悪くないじゃん。行こう行こう。本当にいいんだよね。私と一緒にいるのって結構大変だと思うよ。後でやっぱなしとかダメだからね。じゃあ、はい。私の手を取って指輪つけて。そして私の船に乗ってセールをあげよう。成果満載の委託組戻ってきたよ。仕分けを待ってるから早く行ってあげて。強くなったからワクワクドキドキの冒険に出かけよう。いけいけ、お宝は早い者勝ちだかんね。よく働く子には取り分が多いんでね。ふふん、嫌な子はみんなサメの餌になっちゃえ。指揮官、戦利品の分配は任せたよ。もう、スワローなんて大嫌い。どっか行ってってば。まとめてぶっ飛ばせ。幸運の女神がどっちに味方するか見てみようじゃない。
今日のごちそうはケーキにお菓子に招かれざる。なーにキョロキョロ見てるのさ、指揮官のことだよ。へへへ、びっくりした？ハッピーハロウィン！今日のロイヤルフォーチュンは悪いサキュバス！サキュバスちゃんはごちそうを探しに来たよ！ちょ、待って、逃げんな！指揮官、何ぼーっとしてんの？早くちっこいのたちが持ってったお菓子を奪い返してよ！の上だとスイーツはなかなか食べられないからね。この糖分は頭の奥にもよーく覚えておく。お化けだらけの世界がもしあったらきっと面白いよね。考えているだけでワクワクする。ジェーナスってこうおどおどしてるけど衣装がすごく大胆なんだよね。指揮官には効果抜群だったりして、ここまで来たら逃げられないわよ。どこ触ってるの？ああ、勝手にキャプテンハットに触るのは感心しないな。新しい任務？どれどれ？ちょっとリスクが高いけど、その分報酬もいいね。よし、これに決めた。任務完了したよ。そういえば、秘書官の私の分け前って、どれぐらい？手紙？あは、指名手配だったりして。指揮官が指名手配を出されたら、懸賞金はいくらになるかな？誰？チョコにアルコールシロップを入れたやつは？もう無理。ちょっと横にさせて。ああ。昔だったらサメの餌にされるか、無人島に置き去りにされて、ぼっちの刑に処されるところだったよ。刹那的にってのは、今楽しいことをやって、悩みも遠慮も捨てること。だからって、人のものを勝手に取っちゃダメ？チェー、つまんないの。海賊のお宝に夢中な人って今でもいっぱいいるよね。まあ、キラキラした金銀財宝の誘惑に抗える人間ってそうそういないもんね。ん？そんなお宝はどこにあるのかって？ブッブー、インチキはダメだよ。お宝はちゃんと自分で見つけないと。指揮官が一緒に海に出てくれたのって別にお宝探しのためじゃないでしょ？単に刺激を求めてるようにも見えないし、まさかわざわざ私のために？いやー、本当にそうなの？否定しないんだ。行き先が決まってないなら代わりにこのロイヤルフォーチュンが決めてあげようか？例えば、最近海賊のお宝があるって噂されてる無人島とか？えへへ、平気平気。最悪二人で無人島で暮らすことになっても悪くないじゃん。行こう行こう。本当にいいんだよね。私と一緒にいるのって、結構大変だと思うよ。後でやっぱなしとかダメだからね。じゃあ、はい。私の手を取って指輪つけて。そして私の船に乗ってセールをあげよう。
成果満載の委託組戻ってきたよ。仕分けを待ってるから早く行ってあげて。強くなったからワクワクドキドキの冒険に出かけよう。いけいけ、お宝は早い者勝ちだかんね。ふふん、嫌な子はみんなサメの餌になっちゃえ。もうスワローなんて大嫌い。どっか行ってってば。まとめてぶっ飛ばせ。幸運の女神がどっちに味方するか見てみようじゃない。アズールレーン、アズールレーン、6周年おめでとう。ちょっとその辺に置いといてもらえる？サンキュー。